おはようございます。一ノ瀬はじめです。母ちゃんもおはようございます。今日は涼しい朝だね。相変わらずね。気持ちいいよ、うん、これがいいよこれがいいよか。これじゃ暑くなられると困る。でも海全然来てないらしいよ。あ、何が？お客さん 95% 限定って言ってたけど笑えない、笑えない、まあ、とりあえずお茶いただきます。そうだね、もう今日の天気は？今日の名古屋は予想最高気温24度、最低気温22度で曇り一時雨でしょう。現在気温24度、曇りです。24度が最高で、今現在最高気温か。すごいな、夏だよ、今ね。で、凍ったもんだ今日はウインナー、ちょっと高めのウインナーじゃね、これ。ほらどう、バイエル的なやつ。そう、シャウエッセン。シャウエッセン、いただきます。どうそんなことでだろうはい、午前中のお仕事ね、外回りながら今お昼になったんで、久しぶりにあんごさんでお昼食べたいと思います。はい、それではまず母ちゃんのソフトドリンクコーラ。コーラ頼んだらコロナになっちゃったね、うん、まあそういうこともある、ね、母ちゃんの滑舌して。あ、本当だね、ごめんなさいね。はい、どうぞ。はい、今日は汁なし担々麺にしてみました。相変わらずこいつがいいね。もやしめっちゃ多い、ね、なかなかスープが見えないけど美味しそう。いただきます。はい、母ちゃんが頼んだこれすだち、塩すだちって塩すだちの冷たいラーメン、氷入ってる。どうぞ。美味しそう。トマトも入ってるはい、ランチ終わりました。あんごさん美味しかったね。母ちゃん頼んだやつどうだった？そうだね、なんかザルそば食べてる気持ちになった。ザルそば？うん、あの美味しい。すだちが結構ね、思ってたよりちゃんと香りがして、なんかラーメン食ってザルそば食べてるってあんまり印象良くないんだけど、そういうわけじゃない。ヘルシーな雰囲気がした。雰囲気が油しないもんね。冷たい。で、美味しかった？美味しかったよ。それ良かった、うん、おすすめですか？ホタルがすごい、うん、おすすめ。おお、良かった。それじゃ帰って昼からもお仕事頑張ろう。働くべ。はい、はい、本日もお客さんに呼ばれて、町の方に出ていきます。ちょうどね、今母ちゃんに撮ってもら乗せてもらって、高畑駅までやってきました。それでは地下鉄乗っていきたいと思います。さあ栄えついたよ。とりあえず、まあ、いつものねお店で集合ですね。さあ残り少ないバッテリー 3% で今撮っております。はい、はい、昨日撮ったね動画が、全然ね編集できなくて、ちょっとね飲んだ後いろいろ仕事のトラブルがあって、午前中、昨日の夜から午前中、即ね飲み会もキャンセルして家帰ってきて、午前中ね全部潰れて撮影する間もなくいろいろやっておりましたので、昨日はねその動画作る暇も、昨日というか今朝かな、だいたいその夜と昼休憩の間にやっちゃうので、本来ね今撮ってるこの日、皆さんが見てる時間軸でいうと昨日にちゃんと上げれてた予定だったんですけどね、なかなかまあトラブルあるとそうもいかないんですけど、とりあえずね今日は今何も持たずにね、今日バタバタいろんなとこ動き回ってるので、今はねギャラクシーの S10 プラスで撮影しております。これがね前回フィルミックプロで撮った時はどうだろう、5分持たないぐらいで撮影止まっちゃってたんですけどね、今日は普通のカメラアプリ、標準で入ってるねカメラアプリで今撮影してて、このカメラアプリで撮ったら一体どこまでどれぐらいの時間撮影できるのかをねちょっとチャレンジしてみたいと思います。前回の動画ではね、あの GoPro 長回しをテストしてみましたけど、前回はね、そのソフトウェアとか設定的な問題で、
まあ泊まることが多かった GoPro を僕らがね、師匠と仰いでいるドリキンさんね、ドリキンさんの、YouTube で解説されてて、その設定でね GoPro をプロチューンに設定して、でその中の音声を自動ではなくてね、ステレオのみっていう設定に変えて撮影したら長回ししてもねちゃんといけるっていう検証されてたので、僕もねそれに引き続いて、ドリキンさんの GoPro 以外でもちゃんとできるのかどうか検証したわけですが、実際ね、まあ、20分近く19分何十秒、回してて、特にねその止まることはありませんでした。まあ、最終的にはね、GoPro を設置してたのがダッシュボードの上で、この夏場って言っても、まあ、昨日まではねものすごい涼しかったんですけどね。ちなみに今日今何度か見てみる？今はねこれ見て、外気温31度、めっちゃ暑い。でこんな状況でね、前回の GoPro の撮ってた時は多分20度台後半ぐらいかな、28度とかそんなもので、太陽もねそんな照ってなかったので熱問題でどうのこうのなるとは思ってなかったんですけど、ちょうどね最終的にはめっちゃくちゃ GoPro 熱くなってて熱で止まってしまいました。エラーメッセージが出てね、止まってしまったので、ピピピピっていうメッセージとビーブ音とともに、停止してしまったので、そこら辺はねちょっと残念でしたけど、あれはねちょっと惜しかったというか、サンフランシスコと日本でだいぶそんなに環境違うのかな、もしくはこのダッシュボードという環境、そのあんまり太陽が出てなくてもガラスで直接、光と熱だけ入ってくるので、それをまともに受けて黒いね GoPro が熱を持ってしまって、本当にね触ったら熱ってなるぐらい熱持ってたんで、あれはちょっといかんね。ということで今日はね、GoPro をちょっと一旦お休みさせて、今日はまあただ単に持ってくるのを忘れたっていうのもあるんですけどね、まあ、トラブルでバタバタしつつ、もうカバンだけパッと持って、いつもと違うカバンなんでね、GoPro も入れず、ただ持ってるのはギャラクシーと iPhone だけっていうこと で、iPhone がね長回しできるのはもう十分分かってるので、今回はね前回のギャラクシーでフィルミックプロで撮影した場合5分持たずに撮影が止まってしまったので、あと言いつつそろそろ今これ信号待ちで、秒数見てたら、秒数というか時間ね、撮影時間見てたらそろそろ5分超えましたね。前回の、止まってしまった時間は超えました。問題は今これでねちゃんと表示だけじゃなくてねちゃんと撮れてるのかどうかっていうのがね、こんだけいっぱい喋っても家帰ってね、編集時にあれ短ってなって全然撮れてないっていうね、この悲しい事態がね、どこまで撮れてるのかがすごく不安なところですね。やっぱりね今ねこの状況で撮影しててもね、基本的には、まあ、今太陽を背にして走ってる状況で撮影してるので、そんなにね直接日光にさらされるという状況ではありませんが、やっぱりこう外のね走ってたら外気温32度上がったね、1度上がっちゃいましたね。そんな状況下でね、クーラーがこのドライバーである僕に当たることも、ね、当たるようにね、スマホに直接クーラーの風が当たるわけでもなく、このね冷却することができないので、もう完全にさらされて、散歩とかねやっぱり自転車とかねそこでやると風が当たって若干それで冷える部分もあるとは思うんですけど、車の中ではねもう中の空気の対流しかないので、どうなんだろうね、10分ぐらいは最低回っててほしいな。とりあえずどうしようか、まあね10分ぐらいまでは
頑張って撮ってみたいと思うんですけど、あと音声どうなのかな、これね、マイクの検証も一回してみないとね、どこのマイクで撮ってんのかっていうね、ことをね、検証してみたいと思うんですけど、おお、なんだ、工事やってんのか。結構、距離的にはね、腕より遠いね。僕の腕の長さより遠いです。1メートル、あるかな ?1 メートルぐらいの、距離離したところでね、車にマウントして撮ってるんですけど。まあでも、ギャラクシー、写真見ると結構派手めな色ですけど、外撮ってるとね、GoPro よりはね、ちょっと、なんていうのナチュラルなというか、ちょっと抑え気味な色合い。まあ、この後ね、AI に任せてダビンチリゾルブスタジオ16でね、色は変わってしまうんですけど、どうでしょうかね。この辺、一瞬今ね、これもし撮れてたらね、比較、色味の比較、AI で撮ったやつと、普通に、AI で撮ったじゃない。普通に撮ったやつと、AI で、こう、カラグレしたやつと、どれぐらい色味が変わってんのか、実際ね、見てもらって、ちゃんと、ここの工事ほんとすげえな。全然動かねえな。その先で、踏切あるからね。この先踏切です。はい、踏切分かってますよ。さあ、ここで左へ寄って。これね、今、ララポートがね、今、進行方向に対して右側にありますね。混んでないな、全然。工事で混んでるだけでね。ララポート自体はね、平日は、昼時食べに行くとやっぱそのお店はね混んでるんですけど、特に行く道中が混んでるとかそういうことはないね。さあ、そろそろ10分経つかな。あ、そろそろもう9分半、9分も なんだこいつ、めっちゃ寄ってくるな、このトラック。起きてるか。さあ、9分30秒回りましたね。これでしっかり撮れててくれれば、めっちゃ嬉しいね。フィルミックプロがそうなると問題なのか、あの時にやっぱり熱の問題で止まってしまったのか、GoPro とね、ちょうどね、今と走ってる道はほぼ一緒。で、途中でね、GoPro が参戦して、GoPro と比較する動画を撮ってたんですけど、ああというわけで10分経ったので、まあこれでね、10分も回せばなんとか、こんなにね、喋ることもなくなってきましたし、そんなに長く回すこともドリキンさんみたいにはね、ないので、一旦ここで終わりたいと思います。はい、ちょっとね、仕事の外回りの途中でワークマンプラスに寄ってみました。ちょっとね、会社の備品といろいろ買っていきたいと思います。はい、買い物終わりました。ちなみにね、平日の昼間だけあって全然空いてる、並んでない。休みの日はちょっと無理だけどね、来るなら平日だな。はい、お家帰ってきてご飯もね全部終わって、今日いろいろこいつでこれギャラクシー S10 プラスね撮ってきて、まあ普通の標準のアプリで撮れば十分10分の長回し行くことができました。さすがにね、ちょっと30分はね、一人ではちょっと持たないなぁ。ドリキンさんすげえな、やっぱり。まあなんかネタがあったらまた30分超えもね、試してみようかなと思うんですけど、皆さんそんな見たいですかね。まあ、とりあえず、なんとか、画質も見てもらってわかると思うんですけど、結構いいので、お手軽にっていう値段ではないけどね、スマホ自体。まあでも、スマホを持つとして、高級スマホを持つなら、これでね、Vlog、YouTube 撮れてしまうので、音声もね、編集してて十分耐えるもんだと思うんで、あとね、これだとやっぱり、ここにね、イヤホンジャッ
ックついてるので、外部マイクもつけれるんでね、気軽に撮れる形になると思うので、おすすめです。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。